セムシュウミウサギの貝殻外頭膜の反紋が褐色の個体産卵。右奥の卵脳は褐色になっており、手前の卵脳は透明でほとんど目立たない。セムシュウミウサギ、学名、カルパーネスバーコススは、ウミウサギ外科に分類される巻貝の一種。インド太平洋の旋回のソフトコーラル上に生息する普通種で、セムシュウミウサギ属カルパーネスラマルク。 1799のタイプ種。種小名バーコススは、イボのある、マイナス、イボだらけのマイナスのイで、背面両端にある、イボ上流器にちなむ。和名は、背面が流器した海ウウギのイ。別名、セムシウミウサギガイ、コウサギ、コウサギガイ、ボタンウミウサギなど、インド太平洋に広く分布する。日本では、沖縄以南で見られる。 長官帯から水深20メートル前後までに見られる。海と坂下の海キノコ族サーカファイトに合ううねたけ族、ローボファイトムのソフトコーラル上に単独もしくは数匹が集まって生活し、それを食べる。日中はホストである海キノコの側面やヒダの間に隠れているが、夜は上面に出てきて活動する。死遊遺体でメスは直径約3ミリメートルの低い円形ドーム型の 乱納群をホストの外縁部などに産み付ける。乱納は最初は透明で、やがて褐色になる。ありがとうございます。